どうも、障害収支マイナス2億円くんです。本当です。えー、明日ですね、ね中山金杯と京都金杯開催されるということで、えー、ちょっと本気の競馬予想していきたいなと思いますい。ただですね、僕は本気で予想するんですけども、いかんせん僕は、障害収支マイナス2億円くんなんで、 来ませんただしくは僕が買わんかったら苦しい。買ったら来ませんなんですけども、えー、予想本気でやりたいということで、えー、金牌2つともの本命発表したいと思います、えー、まあ、そんなことより地獄の2022年も終わりましてはい、なんて言うんでしょうその 年が変わるっていいですよね。うん、あの、どんだけタコ負けしてても、2022年。ね、えー。2022年、どんだけ金減ってても、2023年はまだ負けなしですからね、我々。はい。今年まだ負けてないっていう、競馬ではね、えー。ここからあの、今年のホーブフルまで連勝していくので、皆様、確率の収束狙うなら、このタイミングです。 はい。今年はまあ、よくくんと一緒に儲けようや言ってますけど。ええー、というわけで、まずは中山金牌行きましょうか。はい。中山金牌の本命は、<laughs> 7番新た <laughs> いいですね。はい。 7番、新たです。はい。まあ、新年一発目なんでね。なんかレースの傾向とか、え、はい、まあ、展開予想とか、そういう堅苦しい話はなしや新たはい。とにかく新たです。うん。今3番人気なんですけど、おッつ美味しいかなと思います。はい。えー、マテンローレオ、ラーグルフ、フェイングロッテン。ね。競馬上手い人はやっぱりね、この3頭から行きたくなるんですよ。 気持ちめっちゃわかんない。確かに強いし、うん、マテンロウなんか京都でも注目ばやし、うん、フェングロッテンも調教めちゃくちゃいいしね。ただ、ここで新たなマジで。えー、まあまあ新たです。まあ一応そうですね、あの新年一発目ということなんですが、今回はですね、マテンローレオンに電話しました。はい。 あのー、旧社関係者やジョッキーではなくですね、えぇ、ー、マテンローレオ本人に電話しました。まあ、本人というか本場ですね。えぇ、ー、なんかマテンローレオなんですけど、あのー、正月やることなくてパチンコ行って、早速4負けたらしい。ゃっさいねぇ。えぇ、ー、<laughs> 正月早々4負けるん嫌やなーああ あの、1月2日にも四4万負けた言ってたんですけど、あのー、もう4万負けた時から仕事始め、みたいなわけばかのこと言ってましたね。えー。まあ、これじゃあもう回目も出そうか。今日、二レースやるし。はい。回目なんですけども、馬ターン軸7。相手、1、2、3、4、5、14、15の計7点でいきたいと思います。来たよ、馬ターンはい。 今年の真横くん一味ちゃうよ。馬炭でいきます。はい。新た一着固定ということです。裏買ってません。はい。馬まじゃございません。馬炭やね馬馬炭の代わりに、いや、まあ、馬炭やな。っていうぐらい実は普通にめちゃくちゃいつも通り予想して、っていうか、正月なんで時間もあったから、めちゃくちゃいつもより予想して、自信あります。正直ね。うん。新たが一着で、俺結構、 マジで勝つと思う。普通に。うまたにしました。配当もえぐいよ、今回。はい。さあ、それでは続きまして。京都金牌。こちらの予想に参ります。え京都金牌の本命は ?5 番エアロロノア。ですディスニー。はい。5番エアロロノアです。 うん。え馬、ー、やね。これもね、中山同様ね、あの、オッツの旨味から選んでますが、十分に可能性ある馬です。というかまあ、普通に上位人気すると思うんやけど、まあ正直、マテンローリオンか、エアロロノアで悩んで、エアロロノアですね。うん。まあぶっちゃけマテンローリオンの方が強いとはもちろん思いますが、その、なんて言うかな、うん、俺、マイヨク君やし。はい。 今年変わりたいなと思って。っていうか、絶対こうへん。あの、俺がマテンローリオン選んだら、マテンローリオンこうへん。うん。ま、それ言い過ぎなんですけど、えー、エアロロノアでバチ当てします。これも一着固定にします。えー、あ、ほんで電話なんですけど、あのー、マテンローリオンに電話しました。はい。えー、今回ですね、 マテンローオリオンとマテンローレオンに電話しました。はい。っていうか、その、一緒におったから変わってもらった。うん。あの、マテンローレオンに電話したときに、あの、マテンローオリオン今よくおるで、言うて。正月やなめっちゃ正月やった。一瞬声聞かせてもらいました。はい。あの、マテンローオリオンはですね、あの、正月のテレビ 全然見てなくて、なんかしっくりくるのなかったらしくてですね。あの、ブレイキングダウンばっかり見てたらしい。<laughs> あの、新作のブレイキングダウン見ててほんま充実したい腕だ、うん。だから血の気多いね。ちょっとかかってしまってるかも。なんで、マテ楼ロどっちも来ないですね。はい。それでは、買い目発表したいと思います。買い目なんですけども、うまタンはい。 攻めます、今年。軸5。相手。2、3、4、6、7、8、10、11、12の計9点でいきたいと思います。俺、荒れると思うねん。まあ、中山に比べると、こっちの方が僕は荒れると思ってます。だからちょっとだけ広めてやったんですが、これ、埋まったんとんでもないことあるよ。はい。以上です。まあ、思い返せばね、2022年我々、 何に振り回されてましたもう一番人気の呪いでしょね。一番人気の馬は重傷勝てへんっていう呪いに振り回されてたよ。だからもう出たよ、データが。もう最近の近代競馬はね、一番人気を一着にしない方が絶対得やねんって。もうだから馬ったんです。はい。もう一番人気一着とかこうへん時代やねんって。マジで。 まあそう言いながら僕の友達のなんかおつりくんみたいな,なんかお笑いかお笑いか歌舞伎かやってるなんかやつはあのケイリングランプリではいあのー、三連単の全頭ボックス全通りの、えー、下から何何点200点か下から200点のオッズのやつ全部1万ずつ買ってはい三連単一番人気の通りで決着したって言ってましたはい「壁殴」って書いて言ってたな うん、まあ、それはいいんですけど。はい。というわけで、えー、マジで、今回はほんで、ダブル予想してるわ。どっちかは来るで、マジで。どっちか、マジで来ます。で、どっちが来たらプラスやし。もう、2023年は、マジで勝とう。もう、みんなで勝ちましょう。はい。木崎。